とえ5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーのサビにしてくれる。ファイト。お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイムロスを崖下に落としたとき、まだアイムロスは生き返るはいなかったのだ。アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がったのに違いない。ブロンズのお前、たとえ5体全てが飛ばされ、このエクスカリバーのファイト。ロザン、シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを崖下に落としたのだ。まだアイオロスは生き絶えてはいなかったのだ。アテナを守らねば、カニ底から這い上がってきたに違いない。優勝。アテナ、その命にかけて守りきったアイオロスこそ真のセイントだったんだ。ロザン、何の、ロザン優勝。先ほどから感じるあの小娘のことは、ロザン昇竜、まさか。いや、カバリエ機関はアテナは教皇と共におられるのだ。こんなプロレスの言うことなど信じてはならん。ハズレの攻撃、ロザン今までとはまるで別人のようだ。まるで竜神が紫竜の体に乗り移ったようだ。しかもそのコスモはこの修羅を圧倒し始めている。紫竜は無意識を見せセブンセンスに目覚めているのか。ブロンズのお前が俺を倒すことなどできるわけがない。加減に諦めろ。観念しろ。もはや死に時だぞ。ロザン昇竜だ。AO ウィナー。アテナのために戦う。ロシ、申し訳ありません。さあ、約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。うおー、この技はロザン交流派。交流派は我が体温ある老子に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだと、ライブラの老子にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュライ、セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。はあ、アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この紫竜一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ、紫竜よ。アイオロスよ。紫竜、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。
そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ、シリュウよ。このコスモは。シリュウ。シリュウ！